はい、ピットね、2台並んでるんで見てみましょう。こちらが去年乗っていた車、はい、2JZ の GR86。 もうエアロが変わってね、別の車みたいですね、はい、ほぼ仕様は変更なしです。こちらが広大選手 GR86 の VR エンジン仕様です。はい、これですね、去年の FDJ を走ってた車を D1 仕様に変えてですね、はい、今年2台体制で走っております。もうやっぱり車もね乗りやすいみたいで、でね、この芝タイヤ、はい、これとねミックスして走るとですね、それはもういい走りにつながってるんですね、はい。であとね、フルエアルもそうなんですけど、この GT ウィングね、これもね作ったらしいんですよ、はい、こんな感じで大きいですね、はい、こんな感じでベースもね作ったみたいですよ。こうやっていい感じ、ちょっとね違うのがね、テールレンズのスモークとスモークじゃない、あとね違いはね、ここ横の、はい、カウルっていうかね、これね、これがね違うんです、パッと見がね、はい。あとね分かりにくいんだけど、広大選手20インチです、日比野選手19インチ、これもね分かりにくいんだよな、パッと見分かんないんだよ、分かるかな、ほらちょっと違うでしょ、はい、こんな感じでね走ってると分かりにくいんですけど、止まってじっくり見るとだいぶ違うってことですね、はい。はい、おはようございます。今日はですね公式戦ラウンド2です。はい、奥吹雪の2日目、去年同様雨です。昨日のラウンド1はですねドライ1日走れたんで、まあまあ、あの朝からねあったかい方で最後まで、はい、順調だったんですけど、まあ結果的にはね4位、あのね追走のね後追いでねちょっとね練習不足だったね、うん、坂降りて右コーナーをしっかり曲がれないっていうね、はい、ちょっと、はい、下手くそでした。まあ最終的に中村直樹くんにねフルワークされるぐらい先行はできたんですけど、後追いがねちょっとね課題だったね。だから今回のラウンド2、はい、その辺注意して頑張りたいと思います。で今から担当の A グループ始まります。はい、自分は C の5番で広大選手 C の6番、はい、連続で走りたいと思います。頑張ります。芝タイヤのエース2台がここにいるんですね。そうですね、日々のそば切り2台並んで、はい、さあというわけでまずは日々のから、日々のそば切りは、はい、多分こういうレッドロメンが得意だと思います。そうですね、さあベテラン日々の、ベテラン日々のと勢いのそば切りですから、分かってるねっていう指示をしてますよね、はい、そうですね、はい、分かってるねっていう点数、あのお手本のような仕方をしてます、はい。路面状況が悪くなってきてるかもしれないという話があった中でも本当にいい走りがしてます、はい、ちょっと今サイドブレーキは長かったかなというのがありますけれども、はい、さあこの刻みに行きましょう。実はサイドブレーキの長さも言いましたよね、はい、実はあの3から4のつなぎの場所を、ね、3の中で最大角をつけて、はい、それをサイドブレーキで維持して、あ、そのまま4に入れば逆に点数は伸びるんですよ。角度が変わらないから、変わらないから、なるほど、そうなんですよ。4に入ってから角度を増してしまうと、はい、4の点数が落ちるし、はいはい、3の点数が落ちるんですけど、おお、93.4 点ださあここから日比野哲也、日比野は現在トップ、さあ93.4 点、そば切りのような
セクター1への進入見せることができるかですね、はい、さっきもねそれっぽいことやってた、はい、あとはセクター3の角度をつけてくればもっと点数が伸びてくる、ただ攻めなくても、はい、もう攻める必要はないこれチームとしては、はい、でもアウト側からいきますねやっぱりこれは多分ね、はい、ラバー乗ってないところそうですねスプリングも高いところさあ日比野哲也遠回りそうですねしっかりとそのコースを見極めて走っていきます、はい、この辺りはやっぱり経験が経験です ね, ですねだからもしかしたらセクターにも、はい、あの角度はつけないんですけど、グリップするところを通って車速を上げるっていう作戦に変えてるかもしれないですよね、はい、でもここの振り出しの躍動感は出てますから、はい、セク1の点は出ると思うんですね、ただここで角度が一気にちょっと滑るところに乗ってしまって、はい、角度が急に増したので、そこで安定感っていうのがちょっと点数が落ちるので、なるほど、はい、あれセクター1飛び込みで、はい、白線は出てないですかね、出てないと思います、ギリギリですかね、はい、おお94点、ね、伸ばしてきました、はい、さあ日比野これでトップ、はいはい、ただ日比野選手が1コーナー1セク、はい、飛び込み結構派手に来るところに尾藤選手がどう合わせるか、釣られるか、それとも1セクの3点は捨てて、はい、安定して入ってくるか、ここが結構勝負になる、はい、さあ両者が振ってまずは入ってきました、勝負きましたね、そうですね、はい、さあ尾藤が詰めてきている感じはありますね、まずは追走ポイントを取っていこうというところですが、ここから振り返して、取れてます、はい、さあただこのセクター4を少し離されてしまった、はい、さあこれはどうでしょうか、日野選手が最後はまたぶっちぎった形になっていきます、まあ、詰め切れたかどうかでいうと尾藤選手、そうですね、ちょっと詰め切れてないです、まあ、でも結構ね追走ポイントとすれば、はい、8点から10点ぐらいは取れてそうな、2点ずつは取れてそうな感じがする、うん、なるほど、さあ、ああでも大丈夫でしたね、そしたらギリセーフ、ね、日比野選手95点、はい、そして尾藤選手が、逆に尾藤選手がマイナス5点、はい、そうですね、はい、さあカーナンバー98尾藤弘樹が先行、後追いがカーナンバー18日比野哲也です、まあ、日比野哲也としてはもう無理はしなければいけない、無理をしなくても大丈夫なんですが、はい、さあここはどうでしょうか、あでも次を見据えてやっぱり追走の練習をしっかりしておきたい、はい、そうですね、はい、さあここで角度をつけていく、ね、選手、はいはい、かなり角度をつけて、はい、ただもう自分の単走シミュレーションみたいな、そうですね、そうですね、追走選手の方がはいあるので、追走ポイントはほぼつかない、そうですね、シミュレーションの頃の 2,3 点の2本、はい、そうですね、さあただ減点、そうなんですね、ドスのポイントでも尾藤選手を待って、後ろでドスが95点出してるんで、はい、そうですね、はい、さあ98点ということで95、すごいすごいですよね、このウエットで95は、ね、そうですね、はい、はい、すごいと思います、何かちょっとなんか見つけたんですかね、なんか見つけたかもしれない、はい、さあというわけでベスト8進出は日比野哲也選手ということになりました、はい、このレベルのドライバーの勝負の中、はい、本当に第1セクターの3点をどっちが取るかが本当に勝負になってくる気がする、そうですね、なのでやっぱりスタートしてから直角を過ぎてストレートを加速と飛び込みまでがすごい勝負、はい、そうですね、さあこうどうでしょうか、先行横井雅史、遠いが日比野哲也、ちょっと今パイロンさかすりましたけど、どうでしょうか、来てますね、いや入ってくる、あこれは近い、近い、すごい、さあどうだ、もうマダムさんも騒いでいる、まあ、ちょっと今接触がありましたが、どうだ、あ今引き切れなかったですね、気持ちが入っちゃうとなかなか引けないですね、そうですね、はい、さあまずは先行横井の1本目終了、98点ということでアドバンテージは4点、はいはい、これはちょっとそうですね、やる可能性は、はい、セクター3でやはりまっすぐ走ったことが減点5と、コースアウトというよりまっすぐになるんですね、はい、いうことですね、さあ今度は入れ替えて先行が日比野哲也、後へが横井雅史、さあ日比野は当然まず角度をつけてピッチで入ってくると思います、さあどうだ、こ
ドリフトをした状態で入っていく。並んでますからね。さあギリギリ、足がうまい、ギリギリ、すごい、バンパーギリギリですね、はい、さあ内側から入っていく、すごいですね、ええ、あーちょっとまっすぐまっすぐまっすぐ、まっすぐまっすぐ頑張って、ええ、ただこのセクター入ってますね、さあこれはどうだ、さあというわけで、ああやはり横井選手マイナス5点取られています。そして、1.3 点だからこれは日比野選手追いついてないですね。これどっちだ、追いついてないのか、追いついてないかもしれないですね、はい、3期6点これは足さないと、さあ4点差だから、はい、あですねですね、はい、日比野選手が193点ということで、そのまま逃げ切りということですね、はい、さあ先行が村上満、後追いが日比野哲也、両者と三島大也、しっかりリアに熱を入れていたのは日比野哲也、安定した走りを見せるのは村上、そうですね、さあ振ってくる、少しその距離が空いていますが、さあだん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 と詰めてくる、後ろで絡んでますね、そうですね、さあここで振り返してもう一度差しに行きます日比野、さあ横井との激戦を制した、まずはこの日比野、そうだ村上満は非常に綺麗に走っていきます、はい、さあこれで村上満、94点、はい、予想一緒ですね、はい、さあということは単純に後追いポイント対決ですね、これは多分だから逆になっても2人とも多分ドスはお互いに後ろで落としてないタイプなので、はいはい、完全にその距離感、そうですね、いますよね、ただこれ日比野選手の 8.7 というのは久保さんとしては取った方だと思いますか、取ってない方だ、取ってない方ですね、はい、やはりね、本来はもっと本人は12ぐらいを狙ってたと思うんで、はい、してくれ取れなかったのが、そうですね、さあ両者スタート地点に着きました、先行が今度は日比野哲也、後追いが村上、メクワさんの話にもありましたけれども村上選手が速いという話がありましたからね、さあどうなってくるか注目の対決、まずは決勝に駒を進めるのはどちらだ、日比野哲也ドリフトした状態でストレートに現れる、はい、いいですね、さあ振っていきます、ここからですね村上が詰めることができるか、おー大丈夫か大丈夫か、大丈夫か、そうですね、はい、さあただここも綺麗についていく、いやこれはこれはどうですか、さあ結果が出ました、さあ村上97、はい、日比野95、はい、ドスがもう、そうですね、91まで落としてる、はい、ということは日比野、これは日比野選手ですね、197.7 ということで決勝進出は日比野哲也、久しぶりじゃないですか、日比野、ね、ここまで来ましたね日比野哲也、はい、まあ、日比野選手もでも本当に11年ぶりってなってくるとだいぶこう緊張感も増してきて、はい、でもし万が一ここでまた取れなかったりするとまたガクンってなりますよね、そうですね、これ取っておきたいですね、やっとここまで来たのにみたいな、はい、さあ動き出します、先行が、あ、斉藤大吾選手エンジンが止まった、いやいや電源が入って、おっとこれエンジンかかんないぞ、電源が落ちてますよね、え、メーターのこれは大丈夫か、お、ちなみにあもう顔がやっとしてるってことは、ダメな顔、ダメな顔してますよね、はい、あ電源入んない、あ入んない、電気代払ってないんですかね払い忘れちゃった、え、こんなことあります、え、だって今ここまで来たんでしょ、来ましたよ、ウォームアップをして、はい、これは電気が、いやちょっとこれ日比野としても走りたいですね、走って勝ちたいですね、はい、これどうなるんだ、あプレステージを過ぎちゃってるんで、はいはい、
ステージに来てるんで、あと電源は入ってるんですね。いや今ワイパーが動いてる。あそうですね、はい、ほら電源は、でバッテリー弱いです。バッテリーめっちゃ弱いっす、はい、オルタネーター、オルタですかね、オルタネーターか、はい、オルタネ、いやこれはダメだ。いや昨日に続いて今日も決勝まで来たんですけどね。そうですね。いや斉藤大吾まさか無念のここでリタイア、はい、これオルタネーターが壊れて、充電してなくて、そうですね、はい、ここまでがバッテリーで走ってたんですね。そうですね。いやうわもしあの車に走行できる本数がここまでって決まってると、嬉しそう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 俺は関係ない、走んなくて嬉しい、勝ちは勝ちだよ勝ちは勝ちだぜもうテンション高いですね。テンション高いですね。いや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 日々の哲也やりましたね。はい、いや11年ぶりの優勝、はい、うわ4勝目、4勝目、いやー日々の大吾選手、はい、結果発表の場所に行けないですね。そうですね、はい、これで日々のがしっかり走り切れば勝利となります、はい、さあ日々の哲也、あーこれは嬉しい勝ちだね。そうですね、綺麗に走ります、はい、これがですね、この吹雪、はい、最後の走りになります。皆さんしっかりと目に焼き付けていただきたい。あ支配人、この単走どうですか。これ単走でもいい点出そうですね、はい、さあメクア選手この単走いかがですか。いやもう喜びに満ちてますね喜びに満ちている。確かにそうですよね。まあ芝タイヤの社長としてもね、はい、やっと日々のも勝ってくれたかということで、そうですね、はい、嬉しい一勝が転がり込んできました。はい、お疲れ様でした。ラウンド2奥湯吹き終わりました。結果優勝です優勝もらっちゃった。はい、いやあのねラウンド2の朝からね微妙な天気でウェットの路面からちょっとドライになって、でいきなりね A グループの途中からまたウェットになってとか、うん、めちゃめちゃねあの難しい路面で、はい、単走が始まったんですけど、自分と高台選手はね C の5、6でね連続だったんですよ。でまあ一応前のねグループから雨がどれだけ降るっていう分かってて、で路面の状況もある程度認識してたんで無理なく、うん、走ればいいなみたいな。でウェットのルールで、ね、同じグループから4人選抜っていうのがあって、それがまあ難しい選手がねめちゃめちゃその雨得意な選手がいたりとかするとちょっと緊張感あるんだけど、まあまあね冷静に分析するとミスが多いかなっていう選手が多かったんで、まあその辺はね俺と高田選手、うん、普通に行けば多分行けるよっていう安心感のもと、はい、いろいろとねメカニックにセットを出してもらってね、はい、うまくいきました、はい、予選が3位と5位かな、はい、まあまあいい感じ でそこからね、まあ、追走もまあずっとウェットだったんですけど、まあもう結局ミスらずに走り切れた日々のが優勝できたって感じかな、はい、どうしてもね接触だったりとかマシントラブルっていうので負けちゃう人多かったんですけど、まあ、自分はね本当にコツコツタイプで、はい、無理せず欲出さず、うん、今回はもう守りで行ったんですけど、まあね横井選手の時はねちょっとスイッチ入ったね、もうこれ行ったれみたいな、うん、あそこでね行けたら優勝もあるじゃないかっていうぐらい山場だった自分では。まああれがねうまく決まって、はい、お互いミスミスだったんですけど、まあ俺のは点数が残ったんで、はい、よかったです。あれがきっかけで、はい、優勝できました。はい、めちゃめちゃ嬉しいです。まあ、ほっとしたね。なんかね、11年ぶりぐらいらしい。あ、前回が2013年、ハウステンボス戦、うん、からのね、11年ぶりに優勝できました。はい、皆さんのおかげです。ありがとうございました。本当にね、柴田チーム、ありがとうございました。はい、いい車、いいメンバー、はい、そばゆり選手もいい相方で良かったです。まあね、今年1年、またまたね、はい、優勝を狙っていきますんで、
はい、皆さん応援してください。よろしくお願いします。はい、今日は以上となります。ノートル空高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。じゃあね、嬉しい。バイバイ。